はい。はい、まあ、公開録音イベントの話が今ね、最後にちらりと出ましたけれども、はいはい、うん、アニメイト TV ではウェブラジオの配信もされているんですよ。そうなんですよ。うん、で、僕も何度か、2度ぐらい、はい、うん、出させていただいたんですけどね。うんうん、なるほど。まあ、割とテンションの高い。あ、そうなんですか。そうなんですよ。そうなんですね。番組のカラーとはまるで違うところから。まるで違う。はい。ミキさんが吠えてます。吠えてます、本当に。そうなんだ。ダメだ、俺はこれ一本しか撮れねえって言ってますからね。あら。二本撮りとかありえねえ。ありえない。うん。もうそれぐらい吠えてる。吠えてるんですな。それだけ一本に力を込めて。そうなんです。やってらっしゃる。結構、ビキビキですよ。ラジオも熱いっていう。ラジオも熱い。うまいこと言うね。よっ。ありがとうございます。はい、よ、ありがとうございます。あの、面白い。面白い。よ、青鬼って面白いな。青鬼の下野でございます。おーい、せーん。はい。わかんない。わかんない。この流れがわかんないです、今も。平川さんが乗ってくれるとは思わなかった。平川さん、そうなんですよ。案外ね、このラジオだとテンション高いですし。さらにね、多分ね、今日はね、特にテンション高いんです。なんかね、僕、クールイメージがあるんですよ。いやいやいや、そんなこともね。そんなことないんですよ。そんなことないんですか。この人、公開録音ですごいことするんですか。あら、地団駄を踏むんですよ。おなかなか見れないですよね。地団駄って俺見たことないですよ。生地団駄ってなかなか見れないじゃないですか。見ないですよ。子供でもあんま見ないですよ。子供でも見ないでしょ。それがね、見れたんです、この間。すごい。そんな方なんですよ。実は結構熱い方。え、それ追い込んだら見れるんですか。追い込んだら見れる。追い込まれると見られるかもしれない。見られますね。みたいな、ドン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 みたいな。いろいろとね、ある状況によって。わお。はい。そうなんですね。すげえ面白いな。まあ僕ね、今日はね、白鬼のお話だったので、正直このゲストコーナー終わりたくないぐらいなんですけれども。はい。じゃあ終わらないでいきましょうよ。終わらないでいきますか。まあそうするとですね、たくさんのスタッフが、苦笑いをしてる。今苦笑い。そうですよ。皆さんね、しかもね、今日はね、いつもとちょっと違くてね、ほんと、夜遅い時間帯なんですね。すいません。僕のスケジュールです。もうすぐ、てっぺん超えんじゃねえかなっていうぐらいの時間帯でございますけども。超えちゃうかどうしました超えちゃダメですよ。超えちゃダメですよ。ねえ、皆さん明日ありますからね、明日もね。明日は誰にでも来るんだ。そうですよ、ありますよ。だからって超えちゃいけないってことにはなりませんから。まあ。すいません。すいません。青鬼さん、すいません。すいません。いやいや、このまま言ってすいません。俺より平川さんが乗ってる。すげえ。平川さんも結構いろんなところに乗るんですよ。そうなんですよ。もっと話してたいんだけどな。まあでもそろそろね、まあ間近でございますから、最後にですね、